はい、雨がひどいんで一旦カメラ撤収します。で、ちょっとね雨をしのぎつつ、ちょうど晴れ間があったんで、そんなに、ね、飛ばせませんでしたけど、軽くドローンも飛ばしましたんで、ちょうどあの向こうまでは行けなかったですけど、あそこのどことか、まあそこの小島のあたりをやっぱちょっとビビって一周とかはさせれなかったですけど、鳥海山の方向は すごい雲がかかっているので、もしかしたらいけないかな。その山がね、下界からも見えてるなら行く価値あるかもしれないですけど、ないのにね。あれ、そっち方向を向かってみようかなと、では出発と。そう、ホテルもあるんだね、八乙女っていうので、さっきね、で全然無風だったけど今出てきましたね。またなんかこう荒れる気配を感じさせる。女神にこう力だったら見えたけど、あっち？
行ってきた。昨日のお昼は、道の駅で軽くね、お蕎麦を食べてました。軽くね。だから喜多方のね、あたりに来た時にね、なんか無性にこうお腹は空いてたんですけど、結局ラーメン屋さんは見つけれなくて、でもうね、雨も降りそうだったんで、もうまっすぐ天童まで来ちゃいましたよね。今日のお昼は何にしよう。鳥海山は無理だと思うから、見てないもんね。あら、あ、コンビニか、デイリー、山崎。山崎か、焼きたてパン。焼きたてパン？いや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 。いやいや、どっかで食べようや。もう後だってね。今日と明日で終わりですよ。もう今週。明日の23時、22時の、八戸から苫小牧のフェリーに乗って北海道に戻ります。セブンイレブン見るなってね。セブンイレブンじゃないっしょ。お、とんかつ。なんかさ、そういえば問屋、とんかつ食うか、とんかつ。これは酒田の町なのかな。製麺の